では次行かしていただきます。これえっと吉田さん、小野寺さんがツイートでも触れてらっしゃった件なんです。これフェミニスト問題ということで、はい、これちょっと長いんですが一気に触れていただくと皆さん全体像分かっていただけるかと思うので、五六七八九と一気に佐伯さん読んでいただけますでしょうか。はい、あこの問題ですね。二藤夢の氏に関する騒動、うん、弁護士五番参ります。はい、弁護士ドットコムニュースのツイートです。若年女性の支援団体コラボ いや、二頭、夢野代表に対する生活保護ビジネスなどのネット発信をデモだとして、二頭さんが代表的な発信者に計1100万円の賠償や投稿の削除を求めて裁判を起こしました。6番です、自殺孤独対策などの活動する NPO 法人、あなたの居場所理事長、大空幸喜さんのツイート、二頭さんは生活保護ビジネスなどという投稿はデマや嫌がらせにあたり、そうした中傷が拡散していることから、支援継続ができなくなる恐れがあると訴えた。 コラボや二トシに関するデマは絶対許されないが、二トシ自身も自殺ビジネスのデマ,をかすかデマとデマを拡散した立場であることを忘れないでいただきたい。7番、吉田さんもリツイートです。ひろゆきさんのツイート。自分が他人のデマを流すのは言論の自由。他人が自分に言うのは許されないという立場の人が目につく気がする昨今です。吉田さんのツイートです。 今らあかネのツイートを引用し、えー、二藤さんの2022年11月30日赤旗二藤さんの弁護団は今後いいねを押したり投稿を拡散させた人への訴訟も検討するほか刑事訴訟も含むあらゆる措置に講ずると表明しまししまた。<っ>今らあか氏の投投稿稿にいいねを押して投稿をリツイートしました。 吉田さ,さんの月12月1日のツイートですネット上のデマ提訴コラボ代表二藤さん女性全員への攻撃2020年11月30日新聞赤旗記事を紹介しこのロジックが通用するなら私への攻撃は男性全員の攻撃ってことですねそんなわけないだろうということですありがとうございます吉田さんこの件コメントをお願いいたします、はい、これあの実は僕もあのこの方二藤さんという方は すごくね、人を、あのー、誹謗中傷することを言うんで、嫌な人だなって思いながら見てたんですね。うんあのー、この人のやってる、まあ、そのこと自身はいいことらしくて、東京都が、まあ、すごいあの補助金を出しているんですよ。で、そしたら、まあ、この、えーまあ、ひ,ひ,とひまなにさんだっけひまそ、あ、らあかねさんね。空あかねさんという、えー、方が、あのー 何本これ、えーとね、今の段階で36本あの動画を、えー、出していて、うんコ、コツ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 こつね、まあ、初めのうちはあの、なんていうかな、えーまあ、たまたま調べましたって感じで調べてたんですよ。うん、で、そしたらこの人の毎年出している収集報告書みたいなものが、正式に都に出しているものと、ねあの、ウェブに公開しているものと、 いろんなものがもね、数字がむちゃくちゃ合わないんだけど。でもって、その合わなさが、まあ、調べるとあの、なんかどういう時点で、どういう目的で、どういうふうにつ数字をい,いじくったかが分かる、非常にこう分かるようないじり方をしているっていうことを、この人が解析をして、うん、でこん、こんなことしてちゃいけないんじゃないんですか 公金もらってんでしょという問題識でりういろいろコツコツ指摘をしてたんですよ、うんであの。で、都から補助金をもらっている条件として、年に何回こういう事業をやらなきゃいけない、でそれをやっているはずでもらっている補助金なのに、その規定の回数の事業を行っていないことをまあ確認したり、あるいはまあ有名なのがタイ,タイヤ事件っていうんですけど、毎年頻繁に、まあ、 この,人この団体が使っている車の、えー、タイヤ、毎年こう交換してることになってるのに、うんうん、つけてるタイヤを見たら、何年も前のタイヤをつけてるんで、え、じゃあ買い、毎年買い替えてるはずのあの膨大なタイヤはどこにあるのみたいなね、えー、話とか、つまりそれって架空経理じゃないですか、うんうん、それをね、あのきちんとあの毎年買ってるはずのタイヤど、どこか行っちゃってるんだったらとか。 それは一つの例ですけど、いろんなそのあの請求している内容と、実際の活動として、まあそのえー、外から、まあ、あの観察できる内容があまりに違うので、その目的としていいことをやろうとしている目的だからといって、不正があったらいけないですよね。 っていう問題意識でもって、まあ、コツコツといろんなその、えー、調べをやっていたわけですよ。うん、としたら訴えられたっていうね。うんうん、でもってこれを訴える、えー、人たちに、まあ、その共産党系の弁護士みたいな人たちがいてでその、えー、弁護士みたいな人たちが、まあ、あのこの人への攻撃は全女性の攻撃だみたいなことを言うから。<laughs> 攻撃されてない。でででそれを赤旗がね そういうふういふに書くわけですよで赤旗だけじゃなくって、あのーまあ、毎日新聞とか朝日新聞と一緒にあっち系のね新聞が非常に偏った、あのーまあ、この方々のが被害を受けてるみたいな、あのー、なんでこの人がそのコツコツ動画をその、まあえー、調べられて公開されてるのかそ,のそちらの問題意識には一切触れないで。 ひどい人からいい人がいじめられましたみたいな記事を書いてるっていうね、非常にね、アンフェアな状況がある、うん、ということについて、いろんな方がこの人のやってることも、この人について、左側の人にやってるその弁護の仕方も、ちょっとあの公平性を書いてんじゃないのっていうふうに私も思ったので。 まあ、あのこのひまそらあかねさんのコツ,コツまあ調べてきた三十何本の動画、ぜひ僕は、ね、皆さんに見てもらいたいんですよ。で要するにそれを信じるとかいうんじゃなくて、皆さんの目でもってこれが誹謗中傷なのか、捏造によるその冒涜なのか、それとも、いや、これは普通の市民が普通に調べただけの。 民主主義国家で当たり前の市民の権,権利を行使しただけなのかで、ねこの、こういうことを調べたことについて、ね、あの左側の連,連中は、ね、オンブズマンでもないくせにこんなことするなみたいなこと言ってるわけですよ。どういうオンブズマンっていうのは何かって誰か政府からそのなんかこう肩書きとか、ね、資格とかもらったりするんですよ。うん、市民オンブズマンって普通の市民がやるから市民オンブズマンなわけですよ。うん、自分たちがが都合がいいこととをやるきは オンブズマンで自分たちが気に入らないことをやったら、オンブズマンでもないのにやるなとかね、何言ってんだ、うん、この人たちは、ということを左はよく言ったりやったりするという象徴的なことが今、起きているので、でだからあの、このひもすらあかねさんの、えー、投稿を、えー、なんだ、拡散したり、いいねをつけたりしたら、まあ、訴える対象になりえますよと、赤旗様がお書きになったので、さっきの靴ト、えー、です。 ええー、その飛馬空倉さんのえー、投稿を、えー、いいねを押してリツイートしました吉田孝一郎ですって書いたわけです。うん訴えるんだったら訴えに来いってことですね。うんはい堂々と受けて立ちますから。なるほど、はい、すごいよね。ここはい。うんわ、うん、かりやすかったですありがとうございます。わ、うんはい、かった。うん、うん、小野寺さんもこの件のそうそうこの件について僕ももう本当にそのなんていうんですか。 そうこれ見よがしにツイートしてもう餌を投下してるのですがこれやっぱりいろいろなねその情報をちゃんと提示をしているわけですよ。で実際に僕も例えばアイヌ協会だとかそのアイヌ文化振興財団だとかのお金がおかしいというのもこのような方,方がやってるね調査と同じようなことやってたわけですわこれは合わないんじゃないのかとか。うん ここなんか整合性取れないぞとそれで議会で追及してそして道庁も答えきれなくなって最後にドボンとそして不正請求やってましたよじゃあ返還命令出しますみたいなことをずっと僕はやってきたのでこの方やってる方向性は全然間違えてなくてしかもこれ道民とか都民とかこれ権利あるんですよだって自分たちの税金使われてるんだからそうそうそれを口出すなっていうのもおかしいしこれ 都議会議員が誰もやらないのが本当に不思議でしょうがない。だってこんな資料が出ててね<う>職員ちょっと呼んで、うん、まこれどうなんだと説明しろってたら全部済む話なのにこれを都議会議員がやらないっていうのが本当におかしいと思うこととあとやっぱり書いてある内容調査の内容で例えばたその車の備品を買いましたっていう領収書の宛先がね GU だとかユニクロだとかなって,てその車用品売ってねえだろみたいな <laughs>、えー、不思議な体景をされているというのがあったり本当にこれちょっとでたらめすぎないかとあと駐車場代もおかしかったりもう本当にいろいろおかしいところは山のようにあるのでこれは公金を使っているという事業だとしたら本当にしっかりとやるべきだと思いますしこれ あれ監査請求を出してもいいんじゃないのかなと思うぐらい、監査、うん、請求出してるんですよ、この人があ。出してるんだ、今更<う><今>さんが。そう、この今更あか、ね、そらあかねさんが監査請求してるんですよ。でもって、あのそれについてもね、まあ、こんなことをその、えー、都が補助金を出してる団体について、あんまりした例がなかったらしいんですよ。うん、それで東京都と相談して、監査請求の仕方はとか、一生懸命やってるわけですよ。でそしたたら例の、ね、自由保護相談みたいなね あの共産党系弁護士みたいなのがしゃしゃり出てきて、こんな監査請求みたいなのはよく,よくあることだけどとか言って、でもこんなのはどうこうとか、ケチをつけたんだけど、実際に監査請求をやってる人は、都の人も初めての事例で、なかなかあのこれについてのまあ簡単なフォーマットとかなくて、手探りでその監査請求のやり方を進めているっていう話を、都の役人とやっているこの本人は、 やるこ,とよこんなくだらないことはみたいなことで弁護士のに言ってあんた本当にやったことないでしょうって突っ込みを入れたりね、そういう状態なんで、すよ、うん、なるほどねでも監査請求が上がったら、絶対それに対しては答えなきゃいけないという義務があるので、そしてこれだけの証拠を突きつけたら、それに対して明確な答えをしなきゃいけないといったときに、都は逃げられないような状況に多分我々が本当に拡散をしておけばなるので、うん、この問題ですね、多くの人に知ってもらいたいと本当に思いますわ。 そう。でも確かに僕の立場はね、多分あの野寺さんと一緒だと思うんですけど、この今更あかねさんって、今更あかねさんっていう人がやってることが正しいって言ってるんじゃないんですよ。そ<う>正しいか正しくないか分からないから、みんなでしっかりとこの人の言ってることもチェックして、うん、であるいは、えー、東京都にもチェックしてもらって、この,あの2等なんとかってやってることがやってる人もチェックをする、誰かをひいするとかいうことじゃなくて、 都民の税金が適正に執行されて、本当に弱者を助けることに使われているのかジャスカを弱者をた、弱者を助けるという名目で、わけのわからないことにまあお金が積み上がって、変な使い方をされているかを、この人の調査を契機にみんなで確認しましょう。これについて共産党関係の人たちがまあその 訴訟同活をすするんだっったら受けてて立ちますよって話ですねでもこの事業の設計がよく分かんないのでねどういうお金、まあ、どれぐらいの割合で半分半分なのか、まあ、その75出してるのかちょっと分かんないんですけどただこれその案件によっては都のお金だけじゃなくて国のお金も一緒に入ってくる事業かもしれないので、うん、そうなったら本当に都民だけの話じゃないと。 これはまあその全国民がねいや,いやいやこんなことに国税が入ってたったら我々も言う必要があるみたいな話にもなりかねないのでこれちゃんとですね都民だろうが都民じゃなかろうがちょっとおかしいだろうっていうことはですね注目してもらいたいと思いますよ。本当ですね。そうですね。はい、うん。何個、ねうん、あったのか。ひどい。これ奥入ってるんですか？<や>奥。そうそう。すっごい金額。奥入って多分都の単皮だけじゃないよね。金額的に、えー、金額的に,額的にああでもなんか。 そうだなこれにすごい似た団体知ってるわ、うんえー、ちょっと言えないけどうん <laughs> でもなんか本当アイヌ協教会の姿を見つけた時にすごい似てるへえ木さん女性全員への攻撃とのことですがこれについてほかに何かコメントございますでしょうかいや私は全く攻撃されてないですけれどあの <laughs> <laughs> 全くこの二藤さんあの共産党丸がかみたいな 感じですよねこういう抗金が入った時点であの不で不でやるのが筋ですよね、うん、だからなんであの共産党丸がかえで,でしかもね今回このこの前のいいね訴訟みたいなのを味しめさせちゃった感じしますねだからこういう攻撃の仕方があるんだみたいな、うん、で共産党が丸がかえで弁護士出していきますよねでツイッターのアカウント開示とかって平均でなんか1本70万ぐらいかかるんですよ。 も,もっと安いとかあるかもしれない、大体平均70万なんですよ、だからお金めちゃくちゃかかるんですよね。うん、まあでもそれでも私もすごい誹謗中傷されたときは、あのまあ、ツイッターではなかったですけれども、あの発信者情報開示請求かけましたけれども、何十万です、1本。1> うん、今それでも追い詰めたいと思ったから。だけど、このね、2等さん、最終的に自分が損すると思いますよ、これ。だって まずあの最初ね、一番やり始めた動機は、まあ、なんかいいことだったかもしれないけれども、党が乗っかってきて、でこんなね、いろいろと不正のことをやってであの、監査請求まで起こされたら、なんあのもうね、袋小路なんですよ、最終的にで、暴かれますからね、出てきますよ、いろんなことが。だから、最終的に損すると思う、それと、このなんですかね、オンブズマン。 オンブズマンは基本的に共産党だからだからなんかもう,こうね、うん、共産党の中でいいようにある意味だから2党さんだって利用されてる部分もあるわけですよねだからなんかねこれは絶対にあのまあなんか私まずいこと言ってないと思いますけれど。 たくさん広くの、広くな広く、多くの人が知ってもらって、監査請求、そんな正しい問題ないんだったら、監査請求。で、もうゴリゴリ。最後、行くと、行くところまで行ってもらうのが一番いいと思います。うん、うん、うん、ほとんど、あの、拡散しましょうよ。こうん、本当、そうですね。はい、しっかりと、こう、真実を明かしてもらいたいなと思いますよね。そう,ねそうですよね。うん、あの、知る権利がありますよ。だって、公金入れてるわけだから。そうです。うん、うん、そうですね。 はいこの件も引き続き注目していきたいと思いますはいありがとうございますでは次いかしていただきます注目の保守系議員たちということで12番坂木さんお願いできますでしょうか守る会が対応を乗り出すということですねはい、はい、長尾隆さんのツイートです中国海外派出場自民守る会も対応乗り出す